キールとは、ショートドリンクに分類されるカクテルの一種で、白ワインに少量のクロスグリのリキュールを加えたものを言う。バンブランカシスとも呼ばれる。フランスのブルゴーニュ地方にあるディジョン市の市長であったフェリックス・キールによって考案されたと伝えられ、このカクテルの名称は彼のせいに由来する。なお、このカクテルには派生したカクテルがいくつか存在する。このカクテルを考案したのは、 フェリックス・キールである。このカクテルが世に出たのは第二次世界大戦後のこと。第二次世界大戦終結は1945年であるが、すでにこの年には考案されていたとも言われる。第二次大戦後、ブルゴーニュ産のワインは出荷が伸び悩む状態が続いていたが、このことがこのカクテルの誕生に影響しているとされる。ディジョンはブルゴーニュ地方の中心的都市であるが、 ワイン生産が盛んな地域であり、ワインの売れ行き不振は地元経済にとって大きな打撃となる。そのような時、デジョン市長の座にあったフェリックス・キールが白ワインをベースとしたカクテルを創作して、それを普及させることで地元ワインの反則を図ることにしたのである。デジョン市周辺はカシスやブドウの栽培が行われており、カシスリキュールや白ワインも生産されているが、 フェリックス・キールはこの両方の酒を使ったカクテルを考案した。彼は、ブルゴーニュ地方特産の辛口白ワイン、アリゴテと同じく、ブルゴーニュ地方特産のカシスリキュール、クレームドカシスを用いて、このカクテルを作ったのである。このカクテルで地元の産物を宣伝し、それにより、両方の酒の反則を狙い、また、ブルゴーニュ地方の農業振興にもつなげようとしたのである。 そして、このカクテルを普及させるために、リジョン氏の公式歓迎会では必ずこのカクテルを供するなどの PR 活動を行った。なお、この時、このカクテルを食前酒として進めていた。ともあれ、このような PR 活動の結果普及した、このリジョン氏公式カクテルはいつしか市長のせいにちなみ、キールと呼ばれるようになったのである。キールはヨーロッパにおいて、 1960年代には広く飲まれるカクテルとなっていた。この結果、フランソワーズ・サガンの小説、一年の後に登場するなど文学作品にも取り上げられるようになった。このカクテルを創作した理由に酒の反則目的があったのは先日の通りである。日本でクレームドカシスの販売量が伸びるきっかけとなったのは、このカクテルが流行したことによるわけであり、これなどは、 実際に反則につながった例だということができる。カシスリキュールを入れたワイングラスによく冷やした辛口の白ワインを注ぎ、軽くステアする。なお、一般的なコールドドリンクとは違って、このカクテルの作成過程には、氷を使用して材料を冷却する工程がない上、グラスにも氷が入っていないので、カシスリキュールも含めて材料はあらかじめよく冷やしておくことが望ましい。 同様にグラスもよく冷やしておく方がより望ましい。偽物のキールという意味のフォーキールと呼ばれるカクテルも存在する。なお、フォーはフランス語である。フォーキールはノンアルコールカクテルなので、すべての材料が酒であるキールとは別なカクテルであり、バリエーションのカクテルとも言えない。その名の通り、偽物と言える。 レシピは、ラズベリーシロップ 30ml を適量の無色のグレープジュースで割るだけだ。なお、フォーキールには、レモンスライスが飾られる場合もある。日本でのキールというカクテルの広まり方には、一つの特徴がある。それは、カクテル、つまり、酒であるにもかかわらず、バーではなく、レストランで先に取り入れられたという点だ。このように新しいカクテルの発信が、バーではなく、 レストランで行われたというのは日本の飲食業界市場において初めてのことであった。カクテルに関する情報の発信源はそれまでは基本的にバーテンダーによるものだったのである。日本でワインが一般的に楽しまれるようになってきたのは1970年頃で、そんな中、1972年にはサントリーが金曜日はワインを買う日といったコマーシャルを流したりも、 した。時を同じくして、日本のレストランもワインの販売に力を入れるところが現れ始めた。そして、レストランでは食前酒を積極的に進めるようになり、その後、この食前酒として、キールが定番となっていったという経緯がある。対して、当時の日本のバーは、アルコール度数の高い酒を飲む客を主な相手としており、ワインは、洋酒の範疇に入る酒とはみなさず、 酒場に揃えるべき酒ではないという風潮があった。そんな中、キールの流行が日本のレストランで発生したのである。このキールの流行を受け、相変わらず、ワインは酒場の酒ではないとして捨ておいた保守的なバーテンダーと、ああてて、ワインやワインを使用したカクテルも取り入れていった、バーテンダーとに分かれた。後者のバーテンダーには、比較的若いバーテンダーが多かった。したがって、 時間の経過とともに日本のバーでもワインが商品として加わってゆき同時にこのキールもバーで作られるようになったのであるこのように日本ではキールは主にレストランなどで飲まれてきたカクテルでありこのカクテルが日本のバーでも広まったのは1980年代になってからであるなおこうして日本でも知られるようになったキールは森洋子の誘惑に登場するなど 日本の文学作品にも取り上げられるようになった。ありがとうございます。